エイドルス・マーリグ・ジョンセンは、アイスランド・レイキャビーク出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。性の日本語表記は、グズヨンセンもしくは、グーズヨンセンが原音に忠実である。プレミアリーグのボルトン・ワンダラーズ FC で頭角を表し、その後チェルシー FC。 スペインの FC バルセロナといったビッグクラブでプレー代表では監督がオラフル・ヨハネソンになるまでキャプテンを務めた。プロキャリアを通してクラブや代表など通算160ゴールを記録。オランダ、イングランド、スペインの各国トップリーグ、そして UEFA チャンピオンズリーグでタイトルを獲得したことから偉大なアイスランド人。 サッカー選手の一人だと考えられている。1994年、17歳の時に、バルル・レイキャビークで、プロデビュー。エール・ディビジの PSV、アイントホーフェンに2年間在籍したが、代表戦での怪我やロナウドの存在があったため、出場機会は限られた。母国の KR、レイキャビークに、しばらく在籍した後、1998年に、 ディビジョン1のボルトンワンダラーズ FC へと移籍した。セルティック FC とのプレシーズンマッチを前に、コサン DF、ジミー・フィリップスから、ボルトンサポーターに紹介された。アイルランドで行われた夏のプレシーズンツアーでの、プレイぶりに、コリントッド監督は、感銘を受け契約を結んだ。しかし、加入当初は、オーバーウェイトや、不調のため、実践レベルまでに時間を要した。 1998年9月のバーミンガムシティ FC 戦で途中出場し短時間プレーした。1999年冬の遺跡市場でトッドはアルナル・グンラウグソンをレスターシティ FC へ、ネイサン・ブレイクをブラックバーン・ローバーズ FC へと放出。前線のメンバーを絞り自身がレギュラーに据えられる。 アウェイのカウンティグラウンドで行われたスーインドンタウン FC 戦で得点し3から3と引き分けた。次の試合ではホームのリーボックスタジアムにバーンズリー FC を迎えると再びゴールを挙げた。最終的にシーズンで5得点を記録した。1999年のワトフォード FC との昇格プレイオフ決勝戦でプレーしたもののニックライトと アランスマートに、ゴールを決められ、0から2で敗退した。翌1999から00シーズンは、ディーン・ホールズ・ワース、ボーハンセン、ボブ・テイラーと数人の選手とコンビを組み、7試合を除き、スタメンで出場した。このシーズンは、リーグ戦で21得点を記録すると、FA カップとリーグカップ双方で準決勝進出に貢献した。 特に FA カップ準々決勝のチャールトンアスレティック FC 戦では唯一となるゴールを決めた。プレイオフ準決勝第一戦のイプスウィッチタウン FC 戦で負傷したため次戦に出場することができなかった。第2戦目はバリーナイト出身から12枚のイエローカードとマイク・ウィスローとロビー・エリオットに退場が下され敗退した。一方で アイテム F ジム・マギルトンによるポール・ウォーハーストへの、ケリー行為に、カードが出されないなど、物議を醸した。このシーズンは、計23得点を記録。クラブは、昇格を逃し財政的な問題を抱えていたため、複数のクラブによる、争奪戦となった。ランパード、テリーと共に、リーグ優勝を祝う2000年6月、ジャンルカ・ビア・リヒキール・ジェルシー・ FC へ移籍。 移籍金は400万ポンドで5年契約を締結した。ビアリは9月に解任され、新監督に就任したクラウディオ・ラニエリの下、ジャン・フランコ・ゾラや同じく新加入のジミー・フロイド・ハッセル・バインクラと共に、プレー翌2001から02シーズンは、ハッセル・バインクとコンビを組むと全大会で自身は、計23得点、ハッセル・バインクは27得点を記録。 驚異的な攻撃陣を形成し、ザ・ファイアアイスと称された。2002から03シーズンのリーズ・ユナイテッド、AFC 戦のオーバーヘッドキックや、2003から04シーズンに、フラム FC を、スタンフォード・ブリッジに迎えた一戦、2004から05シーズンのリーグ年間ゴールランキング第10位に選出された、サウスアンプトン FC 戦、そしてプロになってから初めて、 ハットトリックを決めた2004年10月のブラックバーンローバーズ FC 戦などドリブルと巧みなコントロールから正確なシュートで何度も鮮烈なゴールを決めた。また、チェルシーでのアシスト数は60を記録した。2003年7月、クラブのオーナーとしてロマン・アブラモビッチがやってくるとアドリアン・ムトゥ、エルナン・クレスポ、ディディエド・ドログバといった高価なビッグネームを 次々と獲得。これにもかかわらず、2003から04シーズンは、レギュラーとしてプレージョゼモーリーニョを招兵した2004から05シーズンには、リーグ戦で12ゴールを挙げタイトル獲得に大きく、貢献した。また、同シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦で、FC バルセロナ相手にゴールを決め4から2の勝利に、貢献した。 モーリーニョはタッチとビジョンのスキルに注目し、中盤の役割を任せられるようになった。また、戦況に応じて、セントラル MF、左右の WG、守備的 MF、そしてストライカーとユーティリティープレイヤーとして、起用されるようになった。しかし、2006から07シーズンになるとクラブは、アンドレイシェフチェンコや、ミハエル・バラック、サロモン・カルーなどの大型補強を行い、 出場時間の減少が予想され、移籍の噂が飛び交った。とりわけ、マンチェスター・ユナイテッド FC か、レアル・マドリードへの移籍が濃厚と言われていたが、2006年6月14日に FC バルセロナへ移籍することが発表された。チェルシーでは、計263試合出場86得点を記録。出場数は、外国人選手として、ゾラに次ぐ。 クラブ歴代2位となった。バルセロナ時代母国スウェーデンのフルスヘルシンボリーフでキャリアを終えるために退団したヘンリ・クラーションの後釜として FC バルセロナへ加入。移籍金1170万ユーロの4年契約で背番号は7を着用する。アイスランド人としては初めて同クラブでプレーする選手となった。 2006年8月7日、アメリカのロサンゼルスメモリアルコロシアムで行われたメキシコリーグ王者 CD グアダラハラとのプレシーズンマッチでは10万人の前でロナウジーニョのスルーパスを受けゴールを決めた。同月26日に行われたセルタデビー号との開幕戦でリュドビク・ジュリと交代でピッチに立ちラリーがデビュー。試合時間残り3分のところで ファーストシュートを放つと、相手、DF アンヘル・ロペスに、ブロックされたが、ボールが、目の前に戻ってきたところを、ボレーでネットを揺らす。これが、決勝ゴールとなり3から2の勝利に貢献、上々のスタートを切った。UEFA チャンピオンズリーグでは、10月31日に、フルス・チェルシー FC を相手にゴールを決める。 グループリーグ最終戦のベルダーブレーメン戦は勝利以外で敗退が決定する状況で迎えるがチーム2得点目となるゴールを挙げ2から0での勝利に貢献した11月19日に行われた RCD マジョルカとのリーグ戦では2ゴールを記録し4から1で勝利チームを首位返り伊崎に導いた12月の FIFA クラブワールドカップ準決勝クラブ アメリカ戦で1ゴールを決め4から0で勝利した。2007年3月6日に行われたチャンピオンズリーグセカンドレグではアンフィールドに乗り込む。リバプール FC 相手に唯一ゴールを決め1から0で勝利したがアウェーゴールのため敗退した。遺跡初年度は全大会で12ゴールを記録するも3人の巨星であるロナウジーニョ、サミュエルへと、エト そしてリオネル・メッシュはさらに多くのゴールを決めていた。一方 CL では3得点を挙げ、クラブ内得点王になった。移籍初年度は、フランクライ・カールと監督やファンの期待通りの活躍とはいかなかった。2007年夏には、プレミアリーグへの復帰が濃厚だったが実現せず、秋には代表戦での大体不負傷の影響もあり、ベンチで過ごす日々が続いた。 グジョンセンは、ポジション争いに戻る意思を見せていたものの、クラブは、ティエリアンリを獲得し、若手 FW のボージャン・クルキッチと、ジョバニ・ドス・サントスを、ファーストチームに加えたため、レギュラー争いは、熾烈なものとなった。10月23日の UEFA チャンピオンズリーグ、レンジャーズ FC 戦では、シーズンで初めてセントラル MF として起用される。 11月13日のコパデルレイ CD アルコヤーの戦では、89分に PK を決め、3から0の勝利に貢献した。2007年12月15日のバレンシア CF 戦で、このシーズンにおいて、リーグ戦初ゴールを記録し3から0で勝利。クラブとしては1997から98、シーズン以来となる、エスタディオでメスターアジャーでの勝利となった。 シーズン最終戦では、降格が決定したレアル・ムルシア相手に得点こそは、できなかったものの、中盤でのプレーは、賞賛を集め、ベストパフォーマンスを披露した。このシーズンは、4期ぶりの無冠に終わり、トラブルシーズンとなったが、自身は全大会で36試合に出場し、欧州の舞台で、通算50試合出場を達成。しかしスタメン出場は18試合。 フル出場は4試合に止まった。2008から09シーズンにより、ジョゼップ・グアルディオラが新監督に就任すると、多数の選手を放出。自身にもプレミアリーグをはじめとした複数のクラブから、関心を寄せられ、特に、ウエストハム・ユナイテッド FC とポーツマス FC が、具体的なオファーを検討していた。7月の終わりに、ハイバーニアン FC とのプレシーズンマッチで2ゴールを、 決めるなど好調をアピール。グアルディオラからは信頼され、戦力として見られていることを明かし、バルサに止まること示唆した。グアルディオラからは、フィジカルの強さと高いテクニックを買われ、2列目からの飛び出しといったプレーを期待され残留した。このシーズンは、セビージャ FC から、新たに加入した、セイドケータと出場機会をめぐって、しのぎを削る。 9月21日のスポルティングで基本相手に6から1と勝利した試合で71分にケータと交代で出場しシーズン初出場。この試合は得点こそなかったがリオネルメッシが得点した最後の2ゴール両方に関与した。3日後9月24日のレアルベティス戦で再び70分にケータと交代出場するとこの9分後に 決勝ゴールを決め3から2で勝利した。9月27日の RCD エスパニョール戦では、初スタメンに選ばれたが、得点は上げられず、ケータとの交代で、ベンチに下がった。また、翌年2月の日本戦で、バルサでの通算100試合出場を達成した。CL 決勝のチスタディオオリンピコでは、ディフェンディングチャンピオンのマンチェスターユナイテッド FC を、 破り、アイスランド人として、初めて CL 決勝のメンバーとなり、トロフィーを獲得した。しかし重要な局面に入ると徐々に出場機会は、減少し、UEFA スーパーカップとスーペルコパでエスパーニャの二つで、出場機会は訪れなかった。2009年夏に、グアルディオラから構想外であることを通達された。在籍最終年は、 スペイン史上初の三冠達成のメンバーとなり、経営6つのタイトルを獲得した。2009年8月31日、リーグンのエース、モナコに2年契約で移籍した。背番号は9。2010年1月28日、ウエストハムユナイテッド FC で、メディカルチェックを受けていたが、トッテナムホットスパー FC の監督、ハリー・レドナップに勧誘され、同クラブに、 レンタル移籍することとなった。これに対して、ウエストハムの新たな共同経営者である、デイビッド・サリバンは、交渉を妨害されたと不意外し、チェルシー FC 時代の同僚である、ジャンフランコ・ゾラ監督は、失望を隠せなかった。この時すでに、ジャーメイン・デフォー、ピーター・クラウチ、ロビー・キーン、ロマン・パブリュチェンコと4人のストライカーがいたが、2月3日の、ダゲナムレッドブリッジ、 FC との親善試合で2ゴールを決め順調なスタートを切った2010年2月10日にはアウェーのウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦でデフォーと共にストライカーとして遺跡後初出場を果たしたが0から1で敗戦した2010年3月20日のストークシティ FC 戦で遺跡後初ゴールを決めるとニコクラニチャールのゴールの起点となり勝利へ導いた リーグ後半戦で14試合に出場し、クラブが来期の CL 出場権を獲得したため完全移籍すると思われたが実現しなかった。2010年8月31日にストークシティ FC と1年契約を結んだ。プレシーズンは移籍先を探していたためトレーニングに参加できず、ストークではコンディション調整から始まった。また、 リザーブチームで練習試合をこなし、リーズユナイテッド FC のリザーブチームとの試合では2ゴールを、決め2から1で勝利した。9月18日のウエストハム戦で、移籍後初出場となり1から1で引き分けた。ストークでは5試合出場したがすべて途中出場に、止まり、1月の移籍史上最終日に、フラム FC へレンタルとなった。 2010から11シーズン終了をもってストークを退団した。2011年1月31日にシーズン終了までの契約でレンタル加入した。2011年2月5日のアストンビラ FC と2から2と引き分けた試合で後半アディショナルタイムにアンディ・ジョンソンとの交代で加入後初出場。5月になるとマーク・ヒューズ監督は 完全遺跡の見通しを示したが、シーズン終了に伴い、レンタルバックとなった。ウアストハムユナイテッド FC や、スウォンジーシティ AFC からの関心もあったものの、2011年7月19日に、年俸120万ユーロの2年契約で、エクアテネ FC へ、フリーで加入した。左サイドや、攻撃的、MF、ストライカーと複数のポジションで、 プレイできることでクラブのキーターゲットとなっていた。アテネ国際空港に到着した際には1000人以上のエックファンに迎えられ、サポーターの歓迎ぶりに入団会見では色々な国でプレーしたが、これほどまでに歓迎されたことは今までなかった。エックに移籍を決定したのは100%正しかったと確信した。何かを約束をするのは好きじゃないが、 クラブ史に名を残せるようなプレーがしたい。と語った。また、同時期にエクと契約を結んだ、同胞 CB のエルファルフレール・ヘルガソンと共に、プレーすることとなった。2011年9月21日に、アウェーのシュコダクサンティエフシー戦で75分から、途中出場し、移籍後初ゴールを決め4から3で勝利を飾った。 2011年10月15日にオリンピアコス FC とのダービーで44分に相手 GK のフランコ・コスタンソと衝突し右足の肩骨と肥骨を骨折。シーズンの残りは欠場すると見られていたが予想より早く回復し復帰する。4月22日のリーグ戦最終節パイドクサドラマス戦に出場し1から1と引き分けた。 エクノーユニフォームを着た最後の試合は、ライバルのパナシナイコス FC とのプレイオフ最終戦だった。2012年7月、クラブが財政難に陥っていることから、20万ユーロの契約解除金でギリシャを1年で去った。9月には MLS に所属するシアトルサウンダーズ FC のトライアルを受けたが、契約には至らなかった。2012年10月1日、 ジュピラープロリーグのセルクルブルッフヘに加入。シーズン終了までの契約を締結した。2013年1月13日、セルクルのライバルであるクルブブルッフヘに1年半の契約で移籍した。2014年秋に、ベルギーを去ると、チャンピオンシップ所属のフルスボルトンワンダラーズ FC の練習に参加する。ニール・レノン監督が加入を示唆する中、12月5日には、 シーズン終了までの契約で14年半ぶりに復帰。リーグ戦24試合5得点を記録した。2014から15シーズン限りで契約が終了し、フリーの状態となる。2015年7月3日、中国スーパーリーグに昇格する石火層、栄昇足玉クラブへ加入した。2016年2月12日、オーレ軍のアスールシャールが引き エリテセリエムに所属するモルデ FK と2年契約を締結。しかし、同年8月3日、契約半ばにモルデを退団し、フリーとなった。8月24日、ISL の FC プネシティに移籍することが決定した。しかしプレシーズンに左足首を負傷。出場機会を得られないまま、インドを去った。 一年間の無所属期間を経た2017年9月にメディアのインタビューにて事実上の現役引退を表明した。今後もフットボールに関わっていくとしながらも肉体的な衰えから23年間のプロ生活に終止符を打つと語った。現役引退後はスペインに在住している。1992年14歳の時に U-17 で代表デビュー。 1994年までの間に26試合7得点を記録した。U-19 では9試合に出場すると、年内には U-21 に選出された。ここでは4年間で12試合5得点を記録した。当時17歳であった1996年に A 代表へ招集される。4月24日に敵地タリンで行われた。 エストニア戦において、34歳の父アルノール、グジョン戦ンとの交代で代表デビュー。試合には3から0で勝利した。この親子による交代は、現在も唯一の記録となっている。アルノールとエイドルアイスランドサッカー協会のエガート、マグヌソン会長とロギオラフソン監督は、親子の同時出場を、ホームで迎えたかったため、あえて同時に起用しなかった。 この2ヶ月後の 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループリーグでマケドニア共和国をホームに迎える試合が控えていた。しかし、5月7日の UEFAU-18 欧州選手権アイルランド戦で足首を負傷。以降共演の機会は訪れなかった。父アルノールが2001年に現役を引退した際に、 息子と共にプレーすることができなかったのが、キャリアで最大の後悔だったと語った。2007年10月13日に行われたホームでのラトビア戦では2-4と敗北したが、この試合で2ゴールを挙げ、リカルズル・ヨーンソンが保持していた代表得点記録17を更新した。クラブでは数々のタイトルを獲得したが、FIFA ワールドカップには縁がなかった。 2014FIFA ワールドカップの予選では、プレイオフに進出したものの、2013年11月に、アウェーで、クロアチアに敗れ、本大会出場を逃すと、直後に代表引退を表明した。2015年3月に代表へ復帰し、3月28日の、ユーロ2016予選、カザフスタン戦では、代表において5年半ぶりのゴールを挙げた。 ユーロ2016本戦に出場し、37歳で自身初めて国際レベルの主要大会を経験した。代表通算60試合以上に出場し、歴代最多となる24得点を記録した。2019年より母国代表の言うマイナス21チームでアシスタントコーチを務める。 2020年7月、戦術の代表デビュー時の指揮官であるオラフソンの下、FH ハフナルフィオルズルのアシスタントコーチに就任した。空中戦に強く、両足を自在に操る。戦況に応じて FW、MF のポジションをこなすユーティリティ性の高い選手。また、アシスト能力も高くプレミアズイーチと歌われていた。ありがとうございます。